かんないですけど。センソルは使いやすいですかね、多分。使いやすいかな。バータイからビッグマッパーが確かに。いや、いいっす。いいっすとか。それはいいっす。それはさすがにいいっすとか。ただで無双してないけどな、別に。マジで。テスターは今回結構強いらしいですよ。なんかジャッキャラになったかと思ったら。かなりきついですね。今、七夕が FAB に取られてたとかって、いつものことっすね。いつものことっすとか。テスター結構、あれですね、今回。テスターも強キャラなんじゃないかって言われてるぐらいのレベルですね。まさかの。やばいよね、これ。ピンク色とかやばいね。格好はやばいよ、もうこいつ元から。夜。しかも知ってる。強い人揃ってきたな。いただき。夜。確定か？やる！伸びた。あっちらう。うーゼロから？あー、ネット対戦とコンボできんかな。バンディットリボルバーの後の上りジャンプ P は、投げ暴れを潰す感じですかね。相手の。マジで！重ね重かった。金牌ならず。お、投げきつない。あ、これこれ、円安とか潰せたりとかね。出しとくっすね。中断。中断から減りすぎちゃう。あー、出すと見えねえ、ネット対戦だぞ。うわあ、噛み合った。噛み合わせられたと言ってもいいだろう。いただき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 。バースト使うのか。P で暴れたもん。ガンプレイス。危ない、やってくると思った。頼るべきはそれだよな。デタングル。キンバー。シャガハイ置き攻め、バレている、中断。投げ暴れ潰し、確かに投げ暴れ潰し潰せるの大事ですね。かなり大事。 F 式いきましょう。投げいきましょう。後ろの生き物何なんだろうな、確かに。ねえ、あれな、どんな生物なんだろうな。おお、すげえ、しゃがみっぱしてる。ありかよ。黙ってろ。これダメか。リボルバー使うよね、それ。あぶね、中断ガード。あぶね、バレてリボルバー。検索やってみた？やってみたいのか。いやでもスタートダッシュした方がいいと思うよ、新作になったんだから。始めんだったら今だよ、今だな、やっぱり。一応新作だし。おマジクリフ、クリフおすすめだけどね。前のバージョンいなかったからキャラ対策できてない人多いだろうし。うん、ツイッター同時配信してるからだろう。震え声って感じなんですけど、震え声決まってるんだろうが、震え声、震え声じゃ。ピヨンね、同じ人かな、当たってる人多分。中断、ピヨってくれ。なんていうかわかんないよ、マジかよ。なんていうかわかんないか。やるんだろうな、初心者講座やったら。
そこんとこ頼むぞ。あば、煽ってきた、煽ってきてる。なんだ、煽ってきてるのか、この人。煽られても関係ありません。投げ暴れを投げていく。昇竜拳。雑把ね。やらないけどもとか言って。やんない気がするんだよな。どうなの。おまけにクソ強い初心者とか動画で何やってるかわからない。おまけにクソ強いから煽るとこもなくて退屈ですとか言って。最悪。最悪じゃないですか、それ。まあそうだね。とりあえず、まあかっこいい、かっこいいって感じること？それからだよね。格闘ゲームってさ。拾い出したらまずかったかな。あれが今流行りのコマーシーン。かわいいって格闘ゲーム見てかわいい。暴れ潰し中段ロマーキャン。説明しながらやんなきゃダメなのか分かんない。うわー、レベル上げていく。コイン当てて、コイン当ててレベル上げていく。ミストファイナーのレベルを2にしていくって感じですね。まあさすがに後半減らねえけど、生まれちゃう。レベル2のロックイットをパナしていく。無理。レベル2のロックイットをパナしていく。やばい、死ぬ、死ぬかと思った。おい、差が入ってる。あんた耐えられー。出来技です。あー、すいません。お辞儀が出ねえんだ、ダッセイトよとか言って。こいつこれが魂のロッキットだ。おお、動きも可愛いよ。あー、もう分かってない、分かってないよ。バクステを許さない。ハフニールがループしていくのか。ハフニールがループしていく。ダウンを1していく。ロックイットはガードさせて、ビフリですかね。だから、攪拌、え、レベル2で有利なの？直前ガードされたら有利じゃないよ。ほんと何やってるかマジ分からんわとか言って。ちょっとやってくれよ、このゲーム。同じ人しか当たんなくなってきたな。むむ。キャラねー、ごめん。キャラね。レベル2プラスもないな。でも直前ガードされやすい。直前ガードされたら何フレかな ?5 分かな。あ、マジだ。レベル3だ。もちろん。ロックイットに前パン、上半身無敵の技を、合わせておく。それによってロックイット潰していく。あ？中段持続当て？ロックイットレベル2、ロックイットレベル 2？ あ、ロックイットレベル 2？ あ、ミスったコンボ。縛れられる。イエスイエス。このベーしかない。いや、コンボゲやってほしいよな。コンボゲ多分やんないときついよな。分かりづらいよな。逃がさないよ、受け身。うまっ。なんでこれロックイットの足、上半身無敵の技。そうだね、そう聞いたわ。次回やってくれるといいかな。ダウン取っていって、
値段を重ねて、有利から、有利から、投げ。バースト対策コンボ。家庭用アゲルティ。まあ、いるんじゃない。お、複数部屋後日アップデート予定なんだ。へぇー。あ、ジョグダで完全コンボですか。はい。情報ありがとうございます。点つけ点つけ。いやでもスラバー別に清掃戦はレベル2ロックイットしか狙うとこないけどね。レベル2シリーズしか。スカルガールズはね、まあエボ終わっちゃったしな。大会があるんだったって感じ。レベルやってないっすね。おお、俺のキャラ取られてんだけど。俺なんで俺のキャラクター前走ってんのとか思ったら、キャラクター取られてんじゃねえか。取られてることに今気づいたわ。びっくりしたー。取られてたわ。痛い痛い痛い。うわ、見えねえ。いただけー。やる。来たこれ。投げー。リボルバー投げー。いたいたいた。うっそ、終わりだ。なんつってんだろう。持続型にミス。投げれねえ。確定してるかもしれない。これ味方打たない。レベル2有利から中段カウンターヒット。よりダメージ高い。いや、ダサいよ、しろ。バカじゃないと。逃走本能わかんないよ。やっぱり。いや、そっちで赤い服着てたら、お前やべえだろ。あかんだろ、お前。板橋さんじゃないんだから、お前。板橋さんじゃないんだから。だと板橋さん。同じ人しか当たんない。そろそろ。この役したらやばいよ。イケビの若い頃じゃないんだからさ。池田商人とまたからパクられてんじゃないか。なんなんだよとか言って。まだダセーからにしてね。微妙だよね、この赤いから。止まるじゃん。止まれ。あずき、何から、あずきから。あ、ロケット打たねえんだ。ロケットまだー。あー、当たんのかい。なんか持ってなかった。ここだ、あー、ここだったか。ロックイン、ガンブレイ、ガンブレイズ。ここのかっこいい。リフシアナがドラムバッパードラムバッパー。そうそう、普通に置いてこない。まだ、まだ前受けにする。ドラムバッパー。あー、いや、しゃがんでれば表ガードで、しゃがんでなかったら裏側になったりする。なんかしゃがんでると、なんかしゃがんでるとね、特別なシステム働いて、相手が後ろにいるのに、表ガードできるのがあるんだよ。有利から、有利から、あ、当たってる。
そうだね、あれはしゃがんでガードした方がいいんだよ。そうするとガード方向どっちもガードできるとかあるんだよ。そう、変なのなんだ。てててて、バラマッパッパーとかやって話聞いてた話聞いてた、バラマッパッパーの人。まあそう、しゃがみ表ガード安定だね。お、違う人だ。コーラ飲んできて、飲んでこいよ。コーラ。飲んでいいよ。手つくて、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 つくて。足払いから、足払いガンブレーズで裏回ってからのガンブレーズは、どっちかわかんないんだ。どっちかわかんないっていうか、俺もガード方向ちゃんと決まってて、その正しいガード方向に持っていかないと、ガードするのが難しくなっちゃう。状況限定だけど。普通のガード方向じゃない方にガード持ってかないとなんかだるいんだよ。これがちょっとだるいよね。有利から、やってくる感じ。有利から、有利から、敵技やめね、しばらく。有利から、いただき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 、ガンブレズガサね、いただき、いただき、いただき、投げていく、いただき、